こんにちは。本日は、皆さんと一緒にデイオフを過ごしていきたいなということで鎌倉にやってまいりました。鎌倉でとてもいいものが作れるそうなのですごい楽しみです。それでは早速行ってみましょう。鎌倉は学校の遠足みたいな感じで1回だけ来たことがあって3年前ぐらいなので久しぶりに来てきました。小町通りを今歩いてるんですけどすごい久しぶりに歩いて懐かしい感じがします。お、着いたみたいですよ。本日はここで、指輪を作りに来ました。それでは早速入ってみたいと思います。指輪のデザインからお選びいただきます、はい、普段とかもつけてみたいのでカジュアル系がいいかな。こういうちょっとボコボコしたやつがいいかな。これでお願いします。こちらで、はい、かしこまりました。どちらの指につけるかをお測りしたいんですけども、はい、どの指がいいとかありますか。人差し指や中指に少しつけられる方、はい、結構多いかもしれないですね、はい、人差し指で。人差し指、はい、かしこまりました。お願いします。じゃあ20でお願いします。20で大丈夫です。お願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。いや、うまく作れるかな。まずですね、指輪を柔らかくしていく作業になりますので、はい、なぞるような感じで炙ってあげてみてください。はい、色が変わってきます。あ、本当だ。はい、それぐらいで大丈夫です。おバッチリです、はい、黒くなった汚れ、はい、これの酸化した膜になるので焼いていきます。はい、おお、すげえ。ピカピカになります。できました。綺麗になりました。はい、こちらの棒に指輪を通してあげてみてください。はい、今これグラグラしてますよね。はい、このグラつきをこのプラスチックのハンマーを使って叩きながら指輪をですね丸くしていきます。グラグラしないでだいぶ丸くなったんじゃないかな。あ、バッチリですね。本当ですか。グラグラなくなりました。指輪のサイズ20号ですね、ここを目指して金槌で全体にこう柄を入れながらサイズを大きくしていきます。はい、おお、形がすぐ入りました。見えますか。20超えちゃいました。20超えちゃいました。サイズちょうどよければ、はい、20.5 号でも大丈夫です。あ、でも大丈夫そうです。どうですか。もうちょっと大きい方がいいかもしれない。もうちょっと大きくしますか。20、今度は1号を目指して、はいはい、叩いてください。わかりました。あ、だいぶいい感じです。はい、仕上げツヤツヤマットアンティークどちらにしますか。じゃあツヤツヤでお願いします。かしこまりました。はい、最後ですね、表面もう一段階ツヤを出していきます。はい、すごい、すぐにツヤツヤになりました。これもまたすげえ。多分できたと思います。はい、ピカピカになってますね。バッチリです。少しこうちょっと歪んでるんですけど、はい、ハンドメイドなので歪んだまんまでもいいですし、ま、はい、っすぐに直したかったらしっかりとこちらで綺麗に直しますけど、どうしますか。歪んだ感じもちょっと味出ていいですか。味出ていいと思います。まあでもこの歪みが僕の味を出してくれてるのでこのままで大丈夫です。そしたら最後に内側に刻印を入れていきます。はい、何がいいかな。なんかずっと残るものだから結構慎重に考えないと。マキの M と K と今日の日付を書こうと思います。お、円というのもあるので円も入れようかなと思います。はい、できました。仕上がりが楽しみです。おお、内側に刻印入ってます。はい、刻印でお願いします。僕
僕のオリジナルリング完成しました。難しかったんですけど結構楽しくできたし、自分のオリジナルのリングができたのですごい嬉しかったです。毎日つけようと思います。ありがとうございました。バイバーイ。